まあ僕、印象にこう17のチームでやってた時にそに、今もそうなんですけど、やっぱりそのあの時のチームだからとかっていうよりも,も、あのおしめさんっていうのは、サッカーがこうなるっていうのを、10年後こうなるんじゃないかっていう予測のもとに、いろんなことをこうやっていかなきゃいけないっていう人だったんですよね。だからあの時にやっぱりこう 今でい,うこういろんなポジションを複数のポジションを1人の選手がこうできるっていう。で、ポリバレントって、ポリバレントって僕もずっと考えてたんですけど、僕らカードゲームとかやりながらいろいろこう組み合わせとか教えてもらったりとか、練習のあるとこもあのやってたりしたんですけど、やっぱりそのジョーカーの使い方っていうか、僕らの従来の考えのジョーカーって、スーパーサブ的な。 うん、途中から出て得点を取るとか、うん、途中から出て、えー、例えばターゲットになるとか何かのこの、まあ、途中から出てきっかけ回すだとかなんかそういうようなあイメージのジョーカーとしての使い方っていう言葉の使い方もそうだし指導者としての使い方もそうだったと思うんですけどオシムさんの言うジョーカーっていうのはその試合中にあの当時で今もそうなんですけど 複数の選手を投入しないでも1人、2人の選手で、その選手がいろんなポジションを、今で言ったらボランチの選手がサイドバックもできたりとか、サイドバックの選手が前に出てプレーしたりだとか、そういう,こう1人の選手でも複数のポジションをできるっていうのをこう見越してたところがあって、ジョークさんのチームでも、今、ジョークさん言われたようにそ、そういう自分のチームではここやってるんだけど、代表に来たらここ。 プレーしてるっていうので、だんだん自分の適性を、まあ、あ見つけていく感じの選手で、まあ、僕が印象のことで、やっぱりサイドバックですかね、うん、吉田豊か高橋俊樹ってまだ今ね、うん、あの15の時にフォワードとか、俊、まあ、樹は前の方やってましたし、まあ、ユタがフォワードをやってた選手で、<laughs> <う>まあゴリゴリのこうドリブルする,るような選手だったんですけど、あの時にやっぱりこう、 地域の指導者の、まあ、先生方とかクラブの指導者として話をしながらチームではここをやってるんだけど代表ではここをやサイドバックっていうことでこうやりながら結局今もうかれこれ15年弱ぐらい経ってると思うんですけど123年経ってるんですけどいまあ、だに両方とも J1 のチームとかで、まあ、立派にサイドバックとしてまだやり続けられてるっていうのは。 やっぱりそ,のそういうあれがなかったら多分彼らもできてないと思いますし、まあ、そういうのはこう先を見越したこうサッカーを目指してたのかなっていうのがあってでそれをこう若い年からもしできればああやって長い間で、まあ、ジョークジャパンにいた選手たちって本当に今30過ぎぐらいの選手たちいっぱいいるんですけど、まあ、10年以上。 プロのキャリアとして第一線でやってる選手が、今まだ、それでもあのメンバーのうちの半分以上は、まだ鈴木大輔ももちろんやってますし、金井隆もやってますし、山田直樹もそうだし、米本もそうだし、柿谷学もそうですし、パーと上げただけでもコー太もそうですし、10人ぐらいは軽く上がってくるっていうのは、あんまり僕の記憶の中ではないと思うんですよ。 でそれにはやっぱりそういう,こう適性を見つけてあげるっていうのとやっぱりそのいろんなこうポジションでもそういうのできる確かに今カンセロダーなんだって、まあ、サイドバックにさすごいフォーカスされてるけどもまあそういう意味じゃもう当時から何て言うんだろうなそれが本当に時にはウイングにならなきゃいけないしシステム変えたら違うポジションできなきゃいけないしっていうのはまあ もう一つ一番あの当時よく話したのはやっぱり上手くて技術があってチームでナンバーワンと言われてる選手が走るっていうことですよねうん、うん、ただ上手いからあの司令塔で立ってこういいプレーしてるんじゃなくてそういう選手がやっぱり戦って走ってでまあ 攻撃をして、まあ、ディフェンスをしてっていういわゆるこう全員守備全員攻撃っていうのは簡単なんですけどやらすのって非常に難しいじゃないですかでも今の今この時代のトップレベル走ってるヨーロッパのチームがまさにそうじゃないですかそれ考えるとその先見の目のこう鋭さというかそういうのをこう僕らにこう提示してくれたっていうのはまあおしむさん のの凄さかなっていうのはすすごくありますねだから本当にもう今の分かりやすい例で言ったとシティで言ったらデブライネがいたりとかそういう選手ってあのだけのパスができてこういろんなことができたらあそこまで走らないじゃないですかでもあれがやっぱりディフェンスの時はもうすぐ切り替えて攻撃の時はまたペナルティーエリアの中に入ってってやらないと崩れていかないこう近代サッカーって考えるとまあそういうことをこう あの15年ぐらい前から、まあ、予見をしてた、あとはまあ守備のところも、まあ、人にこう強く、まあ、あの当時、僕らには言ってたのは、近い将来、このゾーンディエンスとマンツーマンの併用からも、オールコートマンツーマンにグラウンドが広くならないかぎりになるぞっていうのを、もう言ってたんですよね、うん、あの時にで。で、キーパーの足,足技がキーになるぞって言ってたもんね。はい で、グラウンドが広くならなければなと。120メーター、150メーターになれば、また別だけど、65メーター、110メーターっていう、まあ、基本の大きさがもしあるとするならば、その中でこうサッカーの変化があると、もう究極はそうなるぞと。で、その時も90分間は無理じゃないですかとか、まあ、ジェフも当時言われてたりとかした時も、ね、ジョークスさんのチームとかだったら、ディエンスじゃない選手を後ろに持ってきて、 あのやったらアジアでは勝てないんじゃないかとか、まあ、ボールはいつも握れないから、握れない時は対処できないんじゃないかとか、いろいろ話あったじゃないですか。はいうん、でも、今考えると、やっぱりそ,れそういう選手たちがそのポジションをやって、なおかつ攻撃的にもボールを握れる、だからああいうサッカーが展開できたと思いますし、だからいいあの当時の昔話だからじゃなくて、今、この現代でも十分こう、 実際参考になるというよりも未来を予言してたっていうことを考えると、まあ、そういう面でやっぱりこうあのすごいこう予測能力じゃないですけど、まあ、そういう,こうサッカーの本質的みたいなのをずっと見ながら考えてたんでしょうね。うんまあ、あの人の人のサッカーをを、ね、監督をやりながらでも まあヨーロッパのサッカーもずっと見,見てたっていうのは聞いてたけど僕ら寝てる間見てました<ー>、はい、よく怒られたあの夜のい今でこそ夜のサッカー専門に見てますけど当時はあの練習もあるしやっぱりなかなか夜はこう寝て朝っていうのはありましたけどいつ寝てるのかなっていうぐらいやっぱりそのサッカーから逆算するまあ,あの日本に 来た経緯っていうのもちょっとジョークさん最初話されたんですけど、まあ、普通外国人の監督っていうのは地域間別にしてセットで来ることがほとんどで今日本代表の監督歴代外国人の監督で来られて一人って言っ,て言ったらオフト監督と大島さんぐらいかなあとはみんな大なり小なりスタッフをトルシエにしてもそうだし、まあ、他の ハリウさんもそうだし、ザックさんもそうだったしって考えると、やっぱり一人でこうジェフだ、まあ、代表だっていうところに来てもらって、で今、選手とか、あ今、スタッフを、をジョークさんもそうだし、僕もそうだし、そういう,こう人をこう結果とか、なんかいろんな偉業だとか、そういう伝説とかを残すっていうよりも、人を残す作業をしてもらったっていうのが、まあ、一番。 オシムさんのの魅力になってるのかなっってているかうあのユーゴスラビアの代表のねその監督にをやった時だって実はその4年後の方がどんだけ強くなるんだっていう状況だったのがまあ国が分裂したりしてっていう意味ではでまあヨーロッパからしたらさ日本に来るわ。 これもジェフ一原に来るっていうのが、まあ、考えられない戦略の中でまああのそこで仕事をしてまた代表に呼ばれた時にああやってあの人なりにやりきろうとしたところでや,やりきれなかったわけじゃんだからあんだけの人が順風満帆だったかって言ったら見てきた決して順風満帆じゃないんだよねそれでもこう あれだけ認められる存在になるんだとかで最後の最後まであの人現場までやりたいぐらいのこと意欲があったしまあなんかあれだけ苦難に満ちたいろんな局面にこう立ち止まらされたっていうかなあのそういう局面があったにもかかわらずまあこうサッカーっていう優先順位とか サッカーのこうあるべき姿とか進歩とかっていうのにね、そこにぶレがなく、そういう姿勢を見せたことで、みんなに感銘を与えられるまあいろんなことを残せる人はいるんですけど、結局、その人がいなくなったら、結構何もないっていうのもあるじゃないですか、組織とかチームとか、まあ、いろんなもので。 たオシムさんの存在って、オシムさんが短い期間ではあったんですけど、監督をされたりとか、ジェフだとか、日本代表とかでやられて、でそこでも代表では、まあ、例えばジョークさんもそうだし、僕もそうだし、まあ他のいろんな、まあ、エイジリもそうだし、いろんなスタッフの指導者で、選手、羽、ま、生、あ、もそうだし、そういう人を残してもらったりとか、ジェフはジェフで、ジェフで関わった人間。 スタッフ、そういう人を残してもらったりとか、でそういう人たちがまたあ日本代表だとか、J リーグだとか、現監督になってる人もいっぱいいますし、だからそういう人をこう残せる人って、まあ、あんまりいないと思うんで、そういう意味での魅力がやっぱりある人だったから、そういうものができたのかなっていう感じはしてますね。例えば、ンパーチャンピオンに5回なりました、ワールドカップチャンピオンになりました、選手でもこうでしたって言うわけでもないわけじゃん。 にもかかわらず、これだけ人の心にこう、刻み込まれるっていうことが、まあ、生きてて勇気をもらえるっていうか、俺なんて、まだまだやんなきゃだめだなって、おそらくそう思ってる、あの人に接して、あの人はこうやって亡くなってみて、そう思,思う人ってすごくいっぱいいるんじゃないかなっていうふうには、俺は、俺はそう思ってるし、うん、うん。 だって苦労を言わせたら多分あの人の右に出るのもいないぐらいの苦労に直面してきた人がこれだけいろんなものをの心に残せるっていうのはまあ励みになるよねっていうか、まあ、そういう励みを与えてくれる人だなというふうに思